はい、皆さんどうもおはようございます。おはようございます。今回はですね、新三国無双4をやっていこうと思いますでございます。で、多分ですね、次がラストステージだったと思うんですよ。確か、いや違うな、8ステージまであるんか。やけんまだ2ステージぐらいあるんかな。ごめん、最後じゃなかった。合皮の戦はわしの勝利に終わった。それ以後しばらくは3つに分かたれた天下の覇権をめぐり、孫権、劉備との小競り合いが続いた。だが人の命は尽きるもの。わしが唯一英雄と認めた劉備が世を去り、蜀は諸葛亮が辛うじて支えている状態になり果てた。劉備なき蜀など見るに耐えん。わしが直々に蜀に引導を渡してくれる。それが乱世の黎明より因縁のあった劉備に対する手向けよ。殿、こたびの戦、この芝忠達にお任せを。敵の猛攻は耐えしない。必ず来る天気をつかんで蜀を完膚なきまでに叩いてみせましょう。しかし諸葛亮のこの攻め、何やら焦りにも似たものを感じますが、もしや奴の命は。ならばそれはまさに好機。蜀軍に合わせて焦る必要はありません。本陣とその周辺を徹底的に守り、敵が自ら崩れるその時をひたすら待つとしましょう。大徳などと歌いつつ、かくも戦を仕掛けくるとは、全くもって救いがたい。だがそれも時期に終わろう。諸葛亮の天命尽きれば蜀は持つまい。蜀が倒れれば天下も定まる。それは取りも直さず乱世の終わり。皆、決意を新たにせよ。この戦、何としても勝つのだ。君が総大将なのかと勘違いするじゃないか。ということでですね、移転の剣エボリューションで防御11ついてます。で、白虎真空章、神乱武将で勝ったんでいこっかな。とりあえず無双ゲージをなるべく貯めて無双乱舞につなげたい。あーはーん、地味に多いのよね、敵が。しよっかな。よし、行くか。とりあえず拠点はなるべく無視しながら武将を倒していこう。この戦に勝利し、我が覇道を真に極める。でもここら辺の拠点は潰しときたい。本気で行くぞ。えい、いや怖え、マジ怖え。ちょい待ってよ。あ、おったおった。このような構成いつまで続かぬ。戦線を維持して。よし、正気を待て。次は負けない。逃げろ。敵将撃ち取った。あれ、俺の馬さんは。あった。次行きまんで。王兵、王兵、首もらった。芝居ご主人のものをお持ちしました。
芝居殿の指示通り投石の準備を急げ。わあすごいな。あれガードされるんけんきついよな。そう思うとくよ。ついにここまでやってきた。その野心、小生がみじんに砕いて。なんか言おるぞ、なんか言おるぞ。さじ、違う。おめえじゃねえ。おめえに食わせるタンメンはねえ。なんかさじ来たんやけど。こいつなんなんこれ。勢いが衰えるか。こいつ確かやたら劉備に肩入れしてるやつよね。違うっけ。強制が相手だ。うわ、早っ。早すぎやろ。劉玄徳すでに亡く。やる気の塊やな。孔明も今まさに去ろうとして、もはやそなたに敵はないか。しかしいずれ。いずれわしを超える者が現れる。それもよかろう。わしはこの波動を成し遂げるのみよ。かっこいい。攻めるも引くも小さきこと。なんだかんだでお前が一番しっかりしとる。何やったっけ。なんか来たって言わんかったっけ。前線に到着。よくわからんけど、よくわからん、よくわからんが、なんかいっぱいおるな。敵将討ち取った。我が波動。ここら辺の拠点をさ、サクッと潰しとかんと結構撃っといのよね、ここ。よし。ここら辺もしかしてなんかおるんじゃね？敵武将。おるな。その首もらった。その首。ちょっと待って。渡せ。お前の前に先こっちや。こいつエボリューションあるんか。わざとった。諸国陣内にて奇妙な兵器を発見しました。あらこの輸送隊か。やっべ。補給線を封鎖。ああそうや、出た。あ、やばいやばいやばい、やばいって。お前ふざけんなよ。あのね、あの補給線マジ潰しとかんとマジやばい。早いんよお前ら。早い、攻撃がマジで早い。当たらんねんけど。はあ、ちょ待って、落ち着く。ごめん、芝居も意外に出やすい。落ち着けマジで。予備兵を使いましょう。オッケー。諸葛亮め、焦っているな。耐えよ。ここをしのげば勝機が見える。で、これで補給線を叩く。時を引くのも戦略です。敵将撃ち取った。補給線は多分これやろ。久々に強敵と会えたわ。違うっけ。敵将違うっけ。撃ち取った。多分これだったと思うんやけど。うわ、ごめん。鮮やかなお手並み。大変や。叶わないのか。いや、俺エボリューション使えることを忘れとる。よくない。あれ、補給線ってこれじゃなかったっけ。俺なんか毎回間違えるよね。違う？
か。我が軍ではかなわないのか。なんで毎回これ間違えないの。こいつか。ふざけんなよお前。で、うん、あれ、ギエン倒した、もしかして。早っ、ギエン倒してくれた、めちゃラッキーや、最高かよ。ね、ちょっと待って、キーだけ倒そうか。こっちにおるんよな、キーちゃんが。僕のキー、いやキーじゃなかった、交渉か。あれ、強いな、本気で行くぞ。おお、これな、何が当たりよさっきから。なんか当たりよんな、なんや、弓兵か。ちょっと待って、いやもうこれマジ撃っとんよ。攻めの手を打つときよ。やばい、マジで右目がね、今ほんとありえんぐらい痒い。次は負けない。最近この右目の痒さが異常すぎて病院行こうかと思うよ。それ職軍が退却を始めています。なんかね、書いても書いてもこの痒みが収まらん痒さってあるじゃない。なんか上行ってない誰か、なんで誰か言っとんな、あれ。あれ誰や。待ってくれ。で、上はちょっと多分いけると思うけん、任せよ。俺はこっちに集中しよう、拠点に。我らの攻めの構え。任せません。拠点を倒そうぜ。どけ。倒してくれんかな、上。無理かな。進軍速度を上げる。脱落するなよ。激しく攻め立てるぞ。続け。うわ、出た出たわ、これ。これなんなん、これどないするんこれ。あの、なんか締められたらマジで身動き取れんねえけど、どうしようもないんか。よし、でこっちの拠点も潰しとこう。俺がせっかく最初に潰したのに復活しやがって。押し潰してやろう。せっかく俺が潰したのに。よし、でここら辺もちょっと潰しとこう。大出番。この防衛の要所を突破できると思うな。ああ、当たってない。へい、でこっちの拠点も一応潰しとこっかなってな。ん、潰した、潰したっぽいな。やばい、来よった。まずいぞ、レンドが来たぞ。
何？まさか諸葛亮が。己脅威、奴の英知を継ぐほどの男となったと。進軍やめ、一度引き陣を立て直すのだ。さあ来た、レンドが来ました。あれをなんとかせないか。脅威め、全軍一時交代せよ。あれめっちゃやねこい。あれね、あれほんとめんどくさいけん。めっちゃ多いしね、あの連動の数。大将首もらった。一旦さっきこっちを潰そうか。無理するな、一度引いて陣を立て直す。やばい、トラ戦車がおる。まずいぞ。トラ戦車が、もうこれでそそくさ倒していこう。やべ、なんや、どっからどっからってきよんのお前。あ、うざ、めっちゃうざい。範囲広すぎやろ。もうこれしよる間に負けるんやって。いや、邪魔すぎる。お前ら邪魔すぎるわ。どいてくれ、頼むけん、どいてくれ。トラ戦車もどいてくれ。もうこいつマジうざい。近い。OK、エンド破壊完了。レンドは破壊した。一気に盛り返すのだ。逃げろ逃げろ。OK、OK、OK。こっからや。こっから集中や。で、なんどこになりこったっけ。めっちゃばらけとる。めっちゃばらけとるわ。だる、一番だるいばらけ方。右から順番に倒していこう。どこに誰がおる。関与ね。オッケー、倒してくれ倒してくれ。当たってねえし。今度は負けねえからな。敵将打ち取った。へい。次。とは？めっちゃ倒したもしかして。あ、倒しとる倒しとる。いい感じいい感じ。よし、あと月へ倒して、光も倒して、脅威倒して終わろう。良きかな良きかな良きかな。お前義務言ってお前ら。健康な守り、それされたらきつい、それされたらきついんでごわす。よし、追い込んでしまいましょう。どけよお前、何やお前、何邪魔しとんねん。誰は来た、
なんだっけ、火薬壺や。あいつほんと好きやな、ああいう小技。こいつか。そやつらを狙い撃て。ん？他にもおる？どこ行った？いねえ。どこに行ったか全然わからなかった。よし、これであと左やね。地と雄で突破するのです。まあでも剣舞なくても結構いけるな。早々ぐらい使いやすいと。使いやすいは使いやすいよ。いやーでもやっぱ新南部署つけれるんでかいな。どのキャラもそうやけど、4って新南部署ゲーやん。これがつけれるのとつけれんのではだいぶ違う。どんじゃい。やばいやばいやばい、トラ戦車が暴走しよる。すげえな。息の引くのが戦略です。敵将撃ち取った。やばいやばい、しこい。それはね、良くないよ。集団いじめ良くない。見てくれ、今僕は一人じゃないか。くっ、見えんかった。よし、これで仕留める。よっしゃ。いやー怖い怖い怖い。ちょっと待ってよ。撃ち取った。な？そこまでして俺を殴りたいかお前らは。当たってないし。当たった、当たった、当たった。強っ。はあ、フルスイングだよ。いける、いける。仕留めろ、仕留めろ。よし。私にはまだなすべきことが。敵将撃ち取った。ナイス脱落。さあ次が最後ですかね。次がラストだと思うよ。合皮心情かな、やっぱり。焦っている軍を撃つことはたやすいこと。食軍と諸葛亮、二つの星はこの五条原に落ちる宿命だったのだ。孫悟の命運をすでに総理が握っている。もはや焦る必要はない。軍備を整えてゆっくりと追い込んでやろう。おい、いらっしゃいませ。さあ、いらないね。馬術18、いらん、いらん。
そんなに強い、強い、結構強い。まあ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 、まあ、いらんけど、いらんけど。一国がお前、五条弦が何一国が出てきとんぞ。さあ、ということで、次多分ラストなんで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。